はいさい、はいさい、はい、始まりました、シュータです。はい、マキです。はい、ということで今回ですね、那覇の前島に来ております。はい、前島に来ております。いや、前回ですね、ここのあと一個向こう側にね、あるお店、ココキッチンさんの紹介でこちらに来ております。はい、ホットドッグ専門店をね紹介した時に、おすすめのお店を聞いたらね、このたまりさんはね、はい、カレー屋さん、めちゃくちゃ美味しいカレー屋さんがあるということで来たんですけども、こちら紹介していきましょう。たまりカレーでございます。はい、こちらでございます。お店の目の前でございます。カレーのたまりと呼んだり、たまりカレーと呼んだりもしますんでね。はい、はい、まあ、どちらでもね出てくるから、はい、でインスタグラムにカレーは元気の源って書いてあったんですよ。はい、パワー。いや、そっちのパワーですね。パワー、それじゃないんです。パワーってことですね。むしろ前に手なんだからちょっとオリジナル用違う、それも違う、全然違う、びっくりした今怖い怖い。はい、ということでね、はい、早速紹介していきましょうか。はいよ。本日ご紹介するのは本格スパイス創作料理、たまにカレー。店名の由来はたまに食べてほしいからバイ店長。早速店内へ行ってみよう。2019年オープンの本格カレー専門店、一度食べたら癖になると口コミで広がり、地元メディアに引っ張りだこ。カウンター席もあるのでフラッと来て楽しめます。野菜盛りだくさんでボリューミーだけどヘルシー、一度食べると癖になる不思議なカレー、早速メニュー見ていきましょう。はい、ということでですね、店内入りまして、メニューこんな感じになっております。はい、いろいろね、すごいね、いろんな種類のカレーがありますと。素晴らしいよ。お、マグロとかのカレーも、どれもこれも気になるな。はい、こういう感じであるんですけども、今回僕らがね、頼んだ商品、まあ、店長さんもおすすめということで、まず牛すじ煮込みカレー、こちら頼んでおります。うーん、いいね。はい、そして、はいはい、まあ、期間限定、桜キーマカレー、こちらも頼んでおりますね。気になったからね。うん、これ馬肉使ってるみたいで、珍しいなってことで頼んでおります。はい、でそれプラスあのトッピングもやっておりまして、まあ、サイドメニューがね、こういう感じあるんですよ。いろいろありますね。はい、青唐辛子味噌漬け、はい、こちらね頼んでおります。はい、ちょっと気になったね2人でシェアできるみたいですね。はい、はい、ということでゆっくり待っていきましょうか。はい、ということで、注文したメニューはこちらになります。はい、届きましたね。めちゃくちゃ美味しそうだね。すごいよ、可愛らしいしさ。はい、ボリューミーでございます。盛り付けもね、はい、可愛らしいでございます。はい、ということで一つずつねちょっと紹介していきたいと思うんですけど、はいはい、まずはこちら、こちら桜キーマカレーでございます。桜キーマ、キーマですね。はい、これはキーマ、ちなみに俺の名前はマッキーでございます。はい、ということで次のこちらですね分からん、はい、牛すじ煮込みカレーでございます。はい、いやー、どちらも美味しそうだね。うん、で、スープがついてくると。そう、こちらはね、日替わりでスープの方が変わるみたいですね。めちゃくちゃ本当に美味しそうだから、ね、はい、うわ、すごいね、野菜盛り盛りだね。野菜もたくさんだしさ、色とりどりの野菜が入ってますよと。でもボリューミーなんですよね、そうそうそう、これね。シンプルにね、ちょっとお米崩して、ああ、いきますね。綺麗なんでね、あまり崩したくはないんですけどね、うん、あ、うまそう。こんな感じでいいですね。いいですか。お、いきました、いきました。絶対うまいよな。うん、うん、すごいマイルドでございます。おー、辛くはないんだ。全然辛くない。へえー、はい、行きました。そう、ありがとうございます。うまっ。こちらね、桜キーマカレーね、はい、高タンパク低カレー、高タンパクで低カレー使われててさ、うん、にもいいんですよ。パワーよ、人いないから行ってもいいよ。サイレントパワーはいいよ。パワーですから、うん、ちょっとね、カロリーが気になる方も、うん、めちゃくちゃ美味しく食べられる。あ、確かにね。うん、ぜひぜひ頼んでほしいね。しかも、はいはい、ライス1回無料ってことですよね。そうでございます。はい、ライスね、気にせずにおかわりまでいけるんで、はい、おかって食べてね、おかわりまでしてほしいですね。でもおかわりしたらヘルシーではなくなります。確かに、おう、それは間違いないけど、そこを踏み出すか、したら運動しましょう、運動しましょうね。その運動すれば、はい、パラバイゼロで大丈夫です、うん、おかわりするかしないかはあなた次第。今回ね、トッピングで、はいはい、青唐辛子の味噌漬け味噌漬けね、ちょっとこれもね、気になるということで。全部感じだったな。そうそう、ちょっと辛いらしいんですけど、うん、少しだけね、ちょっと混ぜて、はいはい、まあ、でも味噌漬けなんで、ちょっとマイルドなんじゃないかな。確かにね、うん、青唐辛子なんでね。ああね、青は辛いよ。どっちにしろ、うん、あ、さあ、どうだ。すぐ来た。すぐ来た、ちょっと辛い。あ、確かに。ああね、うん、でも辛いけど、うん、辛いけどさ、うん、めっちゃ辛い。辛いんかい、辛いんかい。でもすごい味噌の味がするから、うんうん、それでも
はい、辛い、うん、めちゃくちゃ汗かこうとしてる今。だってテンション辛いのかに、うん、顔が今汗かくとしてる。もうちょっとテカテキてるよ。動画の中でも。本当に結構辛い、うん、はい、ということで、はい、私のターンがやってまいりました。はい、牛すじ煮込みカレーね。はい、お腹すきすぎました。なになんて。お腹すきすぎました。はい、はい、ということで僕が食べるやつ、うん、牛すじ煮込みカレーです。いやこれもねめちゃくちゃうまそうよ。すごい、すごい量よ。プルプル。はい、というわけでね食べに行きたいと思うんですけども、はい、うん、これがねなんとこちらに書いてあります。牛のだしとデミグラスソースがしっかり入ってめちゃくちゃ美味しい大盛りカレーでございます。そのまま読んだな。本当に付け加えたけどびっくりするぐらい読んだな。付け加えたけどそのまま行きました。はい、いいんじゃないですか。やめなさい。さっきまでね、そこ何回も使わない、ね、確かにね。さっきまでお客さんいたんで大きく出た。店員さんびっくりするから逆に。いやー、牛すじ煮込みカレーは絶対にうまいよ。一口目がね、わかります。大事ですから。たくさんのスパイスがね、かかってます。具沢山だね、うまそう。やばいよ。うまい。でしょ。うめえ。もうそれはもう見てわかるわ。マジでうまいな。うん、やば。なんかまろやかな感じがするな。どっちかっつったら。とろけたお肉がね、うわ本当にたくさんの牛すじが入ってて、一気にいきます。うわ食べ応えあるな。これはいきます。うわ、うん、これは絶対うまいやつ。これは絶対うまいやつだ。うまっ。これはね、うん、やっぱねカレーは元気の源ですよ。うん、うん、本当に書いてましたね。たまにカレーさんのインスタグラムに。たまにさんのね書いてたんですよ。確かにね、うん、カレー食べたらマジ元気出るから源よ。俺も大好きですからカレーライスは。飛ぶぞ。やめれやめれ。飛ぶぞ。長州さんの名言な。名言なのかあれは。食ってみ。迷ってる言葉よ。飛ぶぞ。本当に。店内もですね、見てください。うん、カウンター席とかもあって。ちょっと言ってくれましたね。カウンター席とか、あとテーブル席とかもありますね。でしかも、うん、まあ、コロナ感染対策もしっかりやってるんで、そうそうそう、まあ、安心してね、食事を楽しめるかなっていう感じがしますね。ウェイ、おかわり、はい、おかわりできますから1回まで。プリンライスです。プリンライスじゃないよ、まあ、これはこういけますから。こうやってね、もうそのままいっちゃいました。でもこの形で多分塗ってるってことだよね、うんうんうん、元々が。確かにね。いやありがたいよこれは。いやおかわりまでできるっていいね。おかわり1回無料ですから、2回目からはね100円で、うん、あの追加できるみたいですけど。もう全然ありですよ。いいですね。カレーもうまいんですけど、はいはい、日替わりスープもめちゃくちゃおすすめということで、はい、こちらですね、うん、ほうれん草とわかめのスープでございます、うん、美味しそうこれも、まあ、毎回ちょっとスープ変わるみたいなんですけど、うん、すごいですよ。ほら具もちゃんと入ってて、うん、うん、あ、うまっ、うん、うまっ。うまっ。どんな感じの。ここに来たらさ、うん、パワーって言いたくなるな。言うな。もう何でもかんでもパワーって言いたくなるな。それを言うためにパワー逆に減っていくわ。みなぎるわ。おお、店長さんがパワー。まさかの。しかもちょっと似せてきたっていう。ちょっと似せてきた、ね、しかもちょっとポーズしてた。あ、映せなかったけど。はい、いただきました。はい、ごちそうさまでした。いやいやいや、ちょっとこついな。いや本当に落ち着いた雰囲気でね、はい、本当いろんな種類の野菜も楽しみながら、うん、めちゃくちゃ美味しいカレーをいただきました、うん、ということで今回ね、うん、紹介したたまりカレーさんの営業時間をお伝えしたいと思うんですけど、はい、お昼の11時半から、はい、お昼3時までが、うん、お昼の部の営業になってます、はい、でその後夜が6時半から夜10時までの、はい、ということになってるみたいです、うん、はい、でお休みは、毎週日曜日と、はい、不定休ということなので、はい、お電話で、はい、お問い合わせして、うん、その都度あの確認してもいいかもしれないですね。はい、であとはテイクアウトとかもやってるみたいで、うん、やってますね。なんとなんと全品いきますと。全品いきます。全品お家でも楽しむことができるということなので、はい、まあ、ぜひぜひね、まあ、そちらの方もご利用していただけたらなと思います、うん、朝10時から受付はやってるみたいですね。そうそうそう。でまたあの SNS もですね、インスタグラムとかもやってるみたいな、まあ、はい、そちらの方は概要欄に貼ってますので、ぜひぜひチェックして今日までお願いします、はい、まあここに来てね、みんなでパワーやっていきましょう、はい、せーの、パワー。おかしいおかしい。店長さんもやってくれるかもしれないんでね。はい、ということでね、はい、今日はこんな感じで動画終わりたいと思います。はい、美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。たまりカレーめちゃくちゃ美味しいんで、みんな来てね。バイバーイ。みんなせーの、パワー。